皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルはチャンネル登録者6000人。皆さんありがとうございます。チャンネル登録者が6000人になりました。嬉しいです。私ね、最初の投稿いつかっていうと2010年の9月10日でした。その時投稿した動画、英語の単語を覚えるコツというタイトルで、現在22万回再生されています。これ再生数で一番多いんですね。なぜこんな動画投稿したかっていうと、塾で教えていてなかなかね、みんな英語の単語のスペル書けるようにならないんですよ。それでスペルをこういう風にしたら覚えやすいよ、そういうのを紹介した動画が英語の単語を覚えるコツ、この動画です。これ12年かけて6000人の増加、1年あたり500人だから、本当にゆっくりゆっくりゆっくりした歩みですよね。なぜこんなにゆっくりした歩みしかできなかったかっていうと、私塾で子供たちを教えています。そうすると夏休みってね、夏期講習があるでしょ。その夏期講習の期間ってやはり動画の投稿できないんです。また定期テストの時って、定期テストのための補習なんかがあって、やはりこの動画投稿できない、動画を作れないって、そういう時期があって、投稿したり投稿しなかったり、投稿したり投稿しなかったり、そんなふうになっていたので、なかなかね、登録者の方増えなかったんですね。でもようやく6000人まで来ました。亀のようなスピードでゆっくりゆっくり歩いてきました。で、一番、ね、再生回数が多いのがこの英語の単語を覚えるコツですけれど、2番目に多かった動画何かっていうと、これ2013年の11月7日に投稿した中学1年の国語、漢文の読み方、レテンと一似たり、この動画でした。これ現在約16万回再生になっています。まあ15万8千何百だったかな、まあそのくらいで、やおよそ16万再生されています。こういう再生回数が多い動画、これを確認してみると、やはり子どもたちが勉強でどこの部分ね、分からなくて困っているか、そういうのが見えてくるんですよね。で、そういうのをまた塾でこう参考にして教えたりと、また子どもたちが分からなかったところをまたそれを動画にしたりと、そんな繰り返してここを運営してきました。まあ、最近はね、ちょっとね、高校の紹介、私立中学校の紹介とかね、学校紹介、静岡県の学校情報という動画も増えているんですけれど、これもやはり私の時はやっぱ静岡県内にあるので、この受験生の人にこういう学校があるよとか、こういう学校見に行ったらどうかなっていう提案もしたので、そういうのは増えていますけれど、今後ももちろん学習動画たくさんね、投稿していきたいと思っています。ですから、これからもどうぞよろしく応援してください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。